はい、皆さんこんにちは。バレーボールプレイヤーの高橋です。今回は初の外通りということで挑戦させていただいています。外、これめちゃめちゃ広い公園で、住んでるところ近くにあるんですけど、見てください。ちょっと人が外向かないのかな、ちょっと見たらわかると思うんですけど、こんな感じで広く、この奥にもあるんですけど、このずっと前見えてるところも公園が広がってて、めちゃめちゃ広い公園で、いつも自分が奥の日とか午前中で練習が終わった日とかにリフレッシュという形でここを散歩したり、こんなやつ音楽聴いたりしてます。で、今これ YouTube 撮ってるけど、これ AirPods つけてるのは周りの人からの視線が、あいつ何やってんだみたいな感じで見られるので、ちょっと電話してる風みたいな感じで撮ってます。でですね、ショート動画でも上がってた通り、今着てる服もそうなんですが、ビレバンさんとのコラボさせていただいた、パーカーを着てるんですが、で今、3月27日までかな、3月27日まで、販売を、してると思う、受付をしてると思うので、ぜひ皆さんと一緒に、私のコラボをした、ビレバンとの、コラボグッズ、ぜひ着ましょう。着たいと思ってます。でですね、公園に来て何を喋るかって言っても特に喋ることはないんですが、まあイタリア生活ももう残りわずかってなってきて、バレーボールの方ではまあ悔いなくあと数ヶ月の方をやっていきたいなと思いますし、せっかくイタリアに来てて、まあ今いろいろ世界のまあ状況であったり、まあコロナの状況だったりとか、ちょっと不安定な部分わからない、先が読めない部分が多いですけど、まあでもそのためにもしっかりと自分がやりたいことをしっかりやるというか、今できることに全力で取り組んで悔いなくやっていきたいなっていうのはあるので、皆さんもそれは一緒かなと思うので、ぜひ、一緒に頑張りましょう。このね、横もね、これパドバの大学なんですけど、これめちゃめちゃ広くあって、自分が住んでるのも今回パドバの寮になるんですけど、大学のめちゃめちゃ多くの学生さんもいるので、すごくあれですね、またイタリアの学生さんというか大学というなんか不思議な感覚で毎日過ごしているって感覚です。で、自分結構こっちでびっくりしたのが、日本って日常的な家の近くにあったり公園とか、そういう公園ってそんなに閉まったりとかないじゃないですか。でもこっちの公園って6時半に封鎖されるんですよ。だからそれ以降はもう誰も入れないって感じで、6時半になったらなんか管理人というか、まあポリスというか、まあ警備員みたいな人が来て、あと5分だよみたいな、シンクエミーニッツって言ってくるんですけど、なんかそれって日本じゃあんまり、自分だけかもしれないですけど、日本ってそんなことないなと思って、ちょっと驚いてました。でね、この公園ね、めちゃめちゃ広いんで、犬をもう野放しして走らしてるんですよね。だから犬が苦手で怖い人とかは多分無理だと思うんですけど、めっちゃ今も走ってますね。これ可愛いです、やっぱ犬は。多分同じ人かな。前も見た気がするかな。もう顔見知りっすね。やっぱり近くの人はここにリフレッシュに来るし、自分結構ずっとインドアでできないタイプなんで、外行きたくなるんですよね。オフの日とかも、まあ過ごせないわけじゃないですけど、やっぱりちょっと外の空気吸いたいというか、体若干動かしてリフレッシュしたいなっていうのがあるんで、なんかちょっとそうしないと気持ち悪い感覚があるんですよね。まあでも、かといって別にインドアでゲームをするのが嫌いとかでもないし、むしろゲームするのも好きだし、なんかそれなりに何でもやるんですけど、まあでもね、やっぱり外の空気ってやっぱ綺麗じゃないですか、やっぱり。だからね、やっぱ外の空気を吸うってところが自分は結構大事にしてて、それが一番のリフレッシュになるんで、今もね、前に人が通ったんですけど、すっごいなんか見られましたね。恥ずかしい感じはあるんですけど、まあ、YouTuber としてそこはやっぱり胸を張ってやっていかないといけないことではあると思うんで、まあね、日本だともっと恥ずかしいのかなと思うんですけど、イタリアの公園、まあここは、まあ、ベンチとかはめっちゃあるんですけど、遊具は一個もないんですよね。もうひたすら芝生があって、歩くところがあって、寝ている人がいて、犬走らしてる人がいて、鳩。イタリアの鳩、ブクブクしてますよ。もうめちゃめちゃでかい。日本の鳩はまだ多分ヘルシーなもん食ってるから、そこまでなんですけど、こっちやっぱ落ちてるのはピザとかイタリアンフード、ヘビーなもんばっかなんで、もうね、鳩のね、丸さが尋常じゃないんですよ。うわ、かわいい。トイプードル。色違いや。ポケモンみたいな言い方あったけど。色違いの犬がいますね。違うわ。黒のトイプードルともう一個、トイプードルっていうのかな。あんまり犬に詳しくないから全然わからないけど、これ今なんか自撮り棒みたいな、多分 YouTuber 使ってる自撮り棒みたいな使ってるんですけど、すごいっすよね、今の技術。ちゃんとね、こう動いてもね、自分に顔を合わせてくれるんですよ、こうやって。
自分これ向けてるんじゃないですよ。勝手にカメラがこう合わせてくれるんですよ。で、ちゃんとこの顔を収めてくれるっていう。ちょっとね、気に入らない角度の時あるんですけど、まあそれはまあ機械なんでしょうがないかなと思うんですけどね。やっぱイタリアの方って、おしゃれな感じがする。色使いとか。またなんか日本のおしゃれとは違って、なんかシンプルにかっこよさがあったりとか、日本じゃ絶対着ないだろうな、みたいな。色のなんかセンスがあるんで、ちょっとね、やっぱね、みんなでご飯行く時とかも、ちょっと考えますよね、自分のおしゃれ。おしゃれするほどまだ服ないんですけど、あそこの空気美味しいな。ここね、友達から言われたんですけど、ここね、京都の梅小路公園にね、そっくりなんですよ。ある角度から見たらね。うん、梅小路公園のあの大きいところに確かにそっくりだなっていうのは思います。すごいです。今こっちは、何時や ?4 時、4時35分ですね。マシュマロまで2時間あるんですけど。イタリア、でもね、多分ね、今日本の方が暖かいと思う。ニュースとか見ても20度超えみたいな書かれてるから、すげえ早いなと思って。ち、まだね、結構寒いんですよ。今まだ昼間だから、これ自撮り棒持って素手で手袋つけてやれてるけど、これね、一気にね、6時とかになるとね、ぐんって気温下がるんですよ。激寒っす。これ気抜いたら顔映らんか。充電もなくなりそうだ。だから何も準備できてへん。すごいっすよ。6時半になるとね、もうピー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 、ブーブーでブザーみたいに鳴らす、バイクの人が入ってくるんですよね。で、入ってて、あと5分、あと5分って。違う国のことを知るのって結構面白い。あ、映ってない、映ってない。違う国のことをやっぱ知るって、また日本との違いとかめっちゃ見えて、それはそれで面白いなってめちゃめちゃ思いますね、最近。やっぱりね、こっちね、自転車乗ってる人も多いんですけど、やっぱ車を乗ってる人がもう大抵ですね。だから道も広いんで、日本みたいに信号がめちゃめちゃあるわけじゃないから、信号がほとんどこっちないから、自転車だとね、ちょっとね、不便だったりするんですよね。やっぱり車の免許は結構必須かなっていうのはありますね。あ、そうなんですよ。一つね、お伝えしないといけないことがあったんですけど、100の質問やってほしいって言われて、100の質問をインスタグラムに上げたじゃないですか。で、あれ、アーカイブに残してたら、質問全部見れるって思ったんですよ、自分。で、アーカイブに残して、まあ、できるときに100の質問やろうと思って、待ってたら、アーカイブ開いたらもう質問ないんですよ。見れなくなって、これは誰が悪いんやろうと思って。考えたら、誰が悪いか分からなかったんで、犯人はまだ見つかってないですけど、アーカイブに残したのは俺で、で、質問を消したのはインスタグラムで、質問に答えてくれたのは皆さんなんで、誰が悪いのかなって考えた時に、誰も悪くないなってなったんで、次からちょっと作戦を考えないといけないんですけど、だからインスタグラムが1日で消えるから、その言って、1日でやらないといけないってことですよね、多分。だからオフの前の日とかにやるのが一番かなって思って、それが一番いいと思う。これ明暗じゃないですか。いや、できる限りね、100に近いくらい質問答えたいと思ってるんで、何でも。じゃ、結構ね、見てて面白い質問があって、うわ、これ答えよ、これ答えよって思ってて、なぜか次の日になったらアーカイブ押したら消えてるっていう。未だ誰が犯人なんか不明なんですけど、犯人探しはね、自分はあんま好きじゃないんでしないですけど、まあまあまあ。もう春か。もうこれ桜か。これ桜の木か。これ、二人、これ、桜の木ですよね。まあもう徐々に咲いてくるのかな。あったかくなってきてるし。日本ももう桜、最初のやつ咲いたってなったよね。こうやって、外でのんびり過ごすのも本当に皆さん気持ちいいんで、ぜひやってみてください。ちょっと今寒いですけど、やっぱあったかくなってきた頃、まあ春とかやっぱ秋とかが一番いいんじゃないかな。夏はさすがに暑いからね。ああ、そうや。皆さんに聞きたいことがあって、みんな何のアニメがおすすめかなと思って。結構ね、自分ね、いろいろアニメ見てるんですけど、最近なんか何見ようかなって思って、鬼滅もネットフリックスで遊郭編終わったし、鬼滅はね、全部漫画で見てるんですけど、ネットフリックスとかなんかいいのあれば教えてほしいなと思って。あとは音楽。イタリアにいたら、最新のね、日本のね、音楽がね、入ってこないんですよね。だからですね。日本のね、最近の曲であったりとか、この曲いいですよ、古いけどこの曲いいですよっていう曲をね、教えてほしいんですよ。ぜひコメント欄とかに書いてくれたら嬉しいです。俺だけかな、なんかイタリア人って犬飼ってる人多い気がする。そんなことないか。まあ日本、でもドッグランとか行けば走れんのかな、犬は。いや、普通の公園で野放しに走ったりできないじゃないですか。日本だとあんまりね。こっちの犬ね、めっちゃ賢いんですよ。全然紐で繋がなくても、ついていくし、飼い主さんのところに。
どういう暮らし方、一緒に暮らしてるのかなと思って、まあそう、絶対離れないんですよ。離れたなと思っても絶対戻ってきて、飼い主さんとこ行くんですよ。それぐらいね、賢いなと思って見てるんですよ。俺眺めてるんです。目に見えるものが真実とは限らない。っていうやつですね。多分今のと、その何の関連もないですけど、今ちょっとパッて思いついた言葉なんで、TikTok で流行ってるじゃないですか。目に見えるものが真実とは限らない。アダムとイブは本当に愛し合っていたのか。ね、それしか覚えてない。日本語あんま喋らなくなってるから、こっち来ると。でも逆に瞬時に出る言葉が最初は日本語やったりするんですよね。パンって。で、会話とかで、こう英語でバーって話したら、途中ところどころ日本語入ってるんですよ、自分。めっちゃおもろいです。あのね、これちょっと自分でしか面白さわからないんですけど、普通に喋ってて、普通に、あ、だからとか、なんか、でも、とか言って、入ってるんですよ。つなぎ言葉で。まあでもね、それは日本人なんでしょうがないことだと思います。ずっとそれで話してきたから。すぐにね、英語は上達するわけでもないし。まあね、残り1ヶ月、このイタリアでのバレーボール生活と普通のスタン生活、どちらも充実したいいものになればいいと思いますし、まあまた皆さんが、自分のバレーボールだったり、こう YouTube を通して、いろんなことを見てなんか楽しんでもらえたら嬉しいですし、まあでもね、バレーボールの練習風景とか、トレーニング動画とかね、もし出していければね、めちゃめちゃいいのかなと思って。まあ一番はね、やっぱバレーボール選手で、バレーボールっていうところは、もちろんどんどん見せていきたいですし、でもやっぱそれだけじゃ自分面白くないなと思ってるんで、本当に今時の YouTuber っぽいこととか、ぶっ飛んだことはできないですけど、それなりのコラボであったりとかいろいろできることってやっていきたいなと思って、まあそのバレーボールを知ってる方はもちろんですけど、やっぱりバレーボールを知らない方にもね、バレーボールを広げていくことの一つだと思ってるんで、なんかね、幅広い方に、まあ自分自身のことやったり、バレーボールの魅力ってところを知ってもらえればいいなって思っています。まあね、今回は公園でのこういう動画になったんですけど、いつもこうやってオフの日とかはリフレッシュしてるんで、皆さんも公園での自然の空気を吸ったり、桜がどんどん咲いていくのを見たり、ハートがブルブル太ってるのを見たりとか、そういうのを見るだけでもね、人生で楽しめるんで、ぜひなんか何しようって迷った時は、まあ外に出てこうやって公園でゆっくり音楽でも聴いて、まあ誰かに電話するでもいいですし、うまくリフレッシュしてください。でね、必ず逆の質問の犯人をあんま見つけないですけど、逆の質問はやりたいと思ってるので、またインスタ投稿した時に逆の質問、どんどん質問を書いてください。では待ってます。では次いつの YouTube になるかわからないですが、皆様にまた YouTube を見ていただけるようにしたいと思います。それでは最後の挨拶です。さようなら。